その出会いはまさに運命的でした。墜落する飛行船の中で二人は出会い、冒険を共にします。数千年の時を経て目を覚ました巨人ラーレスを封印するために。島が浮かぶ世界、希望を持って生きる犬人と猫人、これが冒険の舞台です。主人公レッドは危険な任務に挑むハンター、アイキ・ラハーカを操り、大空で地上で大活躍します。妹ショコラは頼れるパートナー、ベビュー。レッドと冒険を共にするエル。彼らの前に立ちはだかるハンター最大組織クーバース、そのボスブルーノ。巨人の力を我が物にしようと企む彼らの野望を阻止できるのでしょうか。レッドはロボダハーカに乗り込み、掴む、持ち上げる、投げるという動作で様々なアクションを行います。時にはレッドが単独で行動、人状態で探索アクション、このロボと人のダブルアクションであらゆる危機に立ち向かいます。さらにミッションの中には、加速するトロッコを操縦するトロッコステージ、大空で敵と戦うフライヤーモード、戦艦ヤドカリを釣り上げる巨大戦艦釣りなど、スリルに満ちたアクションステージも。また飛行レースエアロボグランプリは最大4人での通信対戦を楽しめます。ラハーカは強化パーツを自由に組み合わせることで様々にパワーアップ、ステージに応じて機体をチェンジすることも可能、タイプによってアクションや技が変わります。さらにあるきっかけでレッドが謎の特殊能力を発動、覚醒したトランス状態となり、ダハーカと合体して戦闘を行います。そしてついにかつてない危機が訪れます。この世界を救うために果敢に戦いを挑むレッドと仲間たち、犬人と猫人が存在する理由、浮島世界の起源、そして世界創造をめぐる驚くべき事実とは。彼らは何者なのか、何を目的に生きているのか。僕らはかつて人だった。それからコーダへ。